皆さんこんにちは、ベロンベロンに飲みすぎて2日前の記憶がないヘルニアです。体調数部調子に乗って飲んじゃうからなと、お酒に強いマリサさんだぜとか言って一緒に酔いつぶれてたじゃないですかと、二人を運んだゴローザです。さて本日はシビロクの動画なんですが、このゲーム難易度神というのが一番難しい相手ではありまして、確か開拓者4つぐらいから事実上スタートするみたいな感じだったと思います。要するに開拓者と戦士一体の通常スタートとはだいぶ初期から差があるスタートと、それでもうまく内省していけば追いつけ追い越せるわけなんですが、ただやっても面白くないので、本日のカナダプレイは大陸を低温にしまして、カナダが得意な雪原地帯を増やした状態で戦っていきます。これなら神もきっと怖くないはず。あれ、雪原で有利になるやつってカナダの他にも某シベリア大国が。大丈夫大丈夫、まさか何十人いるうちから奇跡的にロシアがランダムで選ばれることはないって。このフラグどこで回収される神物だな。さて時は伝説的スタートにしただけあってだな、1、3の鹿だけでも3つ、初期から鹿4つと、人の3、1タイルと合わせて実質2、2つ確保と、とても素晴らしいスタートから始まった。カナダはツンドラ地帯の低出力を補うため、 BBG で人の食料がプラス1の3、1で雪原エリアではスタートし、農場やキャンプ改善では食料が、鉱山や製材所ではギアが大きく上昇します。その分、1、3タイルとかならまだ我慢できるけども、そういうボーナス資源がないと、ツンドラ地帯は食料1だけとかかなりのゴミタイルになってしまう。可能ならば労働者で人口分は優秀なタイルを作っていき、他の文明よりも強いタイルで、内政をガンガン推し進めていきたいところだね。ってことで、最初は畜産技術官僚からの初手労働者生産で、早速鹿を改善していくよ。ご覧の通り、通常キャンプでは初期はゴールド鹿しか生まないため、本来キャンプの改善は一般的な文明は後回しになりがちなんだけども、カナダの場合は食料も乗るため、非常に強力なタイルが完成する。まあこの辺は初期立地次第なところもあるんだがな、雪原地帯だとあとは道の改善でギアを確保したり、食料がない場合は農場で確保したりだな。カナダ農場は改善すれば食料4、まあ米資源があるタイルぐらいにはなりますから、人口が伸び悩まないようにするためにも、やはり労働改善が重要な国と言えるでしょうか。キャンプは道と農場の間じゃないけど、食料もギアもそしてゴールドも、程よく稼げるから、個人的にカナダやる際は鹿が一番やりやすいね。今回は個人での戦いだから、お金を融通させてくれる味方もいないしね。3つ分の鹿さんが改善終了したけども、すでに開拓一体出したにもかかわらず、すぐに人口4になって、ゴミタイルを使ってしまう可能性が高い。それだけ改善鹿の出力が優秀ということですね。あと隊長石膏会忘れてるぞ。いけねえいけねえ、カナダは石膏出す量がつい少なくなりがちなのよね。第2都市ウィニペグでは、労働か迷ったけども、さすがに文化最低限欲しいと、1個くらいはモニュ建設、労働はもう買います。で、開拓2体出してちょっと時間ができたのでここどうしようかと悩み、せっかくだからアルテに立てたいけども、難易度神だしな、6ターンも無駄にしたらいくらなんでも痛すぎるしと、一旦4人口を考えて、労働者1体挟むことに、結構慎重なプレイだな隊長にしては、次で立てるかとも思ったが、さすがに先に交易欲しいと、交易商の生産を優先、と言っても1ターンで生産できますけどもね、さすが資源が揃っているカナダの馬力は一味違いますよ、モントリオールはさすがにモニュより労働優先とこちらは最速でぶち込み、開拓、労働、交易と最序盤に必要な内政ユニットはある程度出せたカナダ。ただ立地の問題もあって、まだ誰とも会えてないんだよな。さすがにこれだけ人に会えないとなると、古典黄金は厳しいかもしれないけど、まあ入れなくても大丈夫でしょう。ってことでアルテミチャレンジスタートです。頼むからラスト1ターンとかで奪われないでくれよ隊長。これは鹿を大労働力にして、建設を急がせるしかありませんね。人口が伸びやすいということは、すぐに快適性が足りず問題になりやすい、ということでもあり、アルテミはそれを補うためのものでもあるんだが、まだ立てきる保証もないならばと、ちょうどあった塩の改善をして多少確保しておこう。塩タイルもなかなかには強いですね、さすがです。危うく忘れるところだったけども、労働者を第2都市で購入。ただあれだな、道の上はちょっとまずかったかもしれねえ。農場と鉱山を程よく建てれば、食料ギアともに人ほどじゃないけど、確保できたんだけども、給料のみのタイルがないから、伐採しない限りは農場しか建たないねえ。そんなおまぬけな隊長でも使いこなせるように、カナダは雪原地帯のタイル購入が、通常の半額となっている。欲しいタイルは比較的買いやすいはずなんだが、この時の隊長はその効果を忘れてます。なんともポンコチュ。石膏薬が少なくなりがちなカナダでは、3つ都市国家を見つけるのが、場合によっては困難な可能性も考えられましたが、今回は南側に都市国家があったようで助かりましたね。そしてここで最初にあった文明が、まさかの海スタートで有名なマオリ。よりにもよってマオリからアウトは思ってなかったが、逆に言えば初期立地から近いやつはあまりいないのかもしれないな。敵が遠い分には内政に集中できるからありがたい。見つけたのも出たばかりの都市だし、少なくとも太古時代から攻められるなんて心配はさすがになさそうで安心した。その辺カナダは比較的安心ですけどね、終戦争がお互いにできませんから。パンテオンはかなり数が減らされていたんだが、一番この状況的に欲しかった仮の女神は生き残っていた。よかったな隊長。鹿の食料とギアがプラス1ずつという効果だったけども、食料しかプラスされなくなり、いわゆる弱体化が入ってしまったけども、他に入れるものも多分ないしね。宗教的植民地とかはありな気もしますが、さすがに神難易度残ってないでしょう。そしてアルテミの建設は無事に完了したが、ただでさえ仮女神とカナダ自体の効果とで食料
量はアホほどある環境。これはまた急いで改善入れないと、また7人目以降はゴミタイルを使うことになりかねないな。ただ古代の帝国が終わって、ここから開拓者も出さねばならない。ちなみに今回狙うのはカナダによる文化勝利を頑張ってみようと思うよ。ホッケーリンクがあるから文化で勝利を収めたいとかいう安易な考えじゃないでしょうね。だって戦闘って感じの国じゃないジャマイカカナダは。どっちだよ。そしてここでヘルニア、労働者の2体目購入を人でやってしまうことに。明らかに足りてないのは第3都市は今出しているからいいとしても、第2都市はバカみたいに農場だけ建ててしまったゆえに、米だけバカみたいにあるけどギアはほぼない人しかいない無能都市のため、今すぐ1箇所でも鉱山改善した方が後から見たら絶対に良かったのにこの始末である。まあ確かに人は人でそろそろ人口に見合うタイルが足りていないが、6タイルに2以上のタイルがあるんだ。最悪1個くらいなら数ターン許容できる。馬力が人にはあるからな。もっと言いますと、開拓者で多少人口減るからバランス取れますしね。オタワは、さて第3都市は順調に労働改善が入り始め、第2都市でも最低限の軍備権事実上の絶好薬である弓をなぜか作りましたが、すでにギリシャが都市国家を取った関係なのか、カナダの遥か右上にいることを確認しています。さらなるゴールドを稼ぐために第2、第3都市では商業ハブの建設開始。2体開拓を出し終わった人では政府複合施設の建設を進めるが、ここでようやくそういえばタイル安かったなと思い出すことになるぜ。運遅い。アルテミの建設など黄金点を自力で稼ぐ行動は取っていたものの、さすがに南の端っこでは太古時代では複数の文明に会うことはできず、また遺産もなかったため残念ながら古典は通常時代で突入。もちろん出遅れた分は中世で頑張っていきたいよ。良くも悪くも31ターン目に政府変更は行われ、時代スコアは中世黄金に有利な状態であるだろう。まだ馬や剣士も都市国家の確保に強制、優秀な区域建設などなど、古典期の方が期間は短めだが、稼ぐ手段は幅があるからな。さていつもはみんな大好き独裁政治から入るけども、今回はカナダの食料多すぎ事情を考えて、共和制レガシーの方が多分欲しくなると、先に共和制を選んでいる。これが基地となるかどうか。食料もすごいけど、ギアもすごくて一見の間がまさかの2ターンで立つよ。普通はおよそ5ターンくらいかかるイメージですけどもね。先に出しちゃった2体目の購入労働で改善した鉱山がいい味出しているのだろう。って隊長、2都市目の労働者。買います買います、アマゾンで注文いたします。労働者もアマゾンで買える時代ですか。たまげましたね。まあお隣さんだし、多少はね。文化勝利に必要な劇場を開放する。演劇都市の研究が完了間近だけども、ここで一個秘宝なのが、僕は文化勝利があまり得意ではないということだ。文化勝利の方法としては、観光力をめっちゃつければ勝てるくらいの感覚しかなく、そのためにはたくさんの芸術品をしまえる、劇場が十数個はいるだろうか。幸い一番近くにいるのはマオリのみ、土地という点では大丈夫だろう。あとは劇場区域を建てるタイミングだな。他のところは最低限商用ハブも欲しいから、そっちから建ててもらっているけども、確かもっと上手い人のプレイマルチでは、もっと劇場を前のめりに建ててた記憶があるんだよね。そしてこの時期になってくると、そろそろ濃度性の投入があるため、労働者の生産が可能なら一緒にやりたいところである。タイル改善ができるだけ前提のカナダにおいて、労働者の重要性はさらに高いと思われますからね。今年目随分遠くに持ち込みましたね。量入れればなんとかなるでしょという強気の平原設置だよ。それにそろそろ快適が塩とアルテミだけじゃ心配にもなってきたからね。人手は6都市目となる開拓者を生産、その後は商業ハブで地味に増えつつある交易も出しつつ、ゴールドも濃度性まで待たず新都市などに最速で投入しているが、このレイナはなんじゃ隊長、普通に間違えて採用しちゃいましたんぐ。今思えばマグナスの余剰管理で国内交易を早々に回した方がカナダのハマれば強い突出した内政力も合わさって交易はうまかっただろうと反省。幸い今回は今のところどこも真水を確保しています。一見でゴリ押し住宅確保する必要もないどころか、カナダなんですから農場とか建ててくださいってことですね。はい。外交的支持が欲しい？しょうがないな、資源くれ快適怖いんじゃ。難易度が一般だと全然 AI 資源改善しない場合もあるんだが、さすが神、都市数も多い分交渉資源よこせ相手としても使いやすいんだぜ。黄金に入れなかったため、ペン筆がなくて文化の遅れが考えられましたが、劇場を建てているのもあり、文化だけなら神 AI にも食いついていますね。逆に AI は科学に食いすぎな気もしなくはないがな。その科学力で早々にぶん殴られたらたまったもんじゃないけども、そうじゃないならヘッポコのオイラにも、なんとか勝ち目はあるだろう。むしろ文化が早すぎて労働ダメが終わりそうになかったため、ちょっと迂回して濃度性の取得を遅らせてしまったまであるからね。さすがにもう脱出させるよ。今回は都市数も重要になってきますからね。社長にしては封建前にもかかわらず、早めの7都市設置ですね。この封建が終わった後は労働者でしばらく忙しくなるし、開拓者を出すタイミングがわかりにくい問題、やっぱりまだまだ克服できていないよ。今回はオタワが優秀だったから、出す余裕が作りやすかっただけに過ぎないからね。ってことで濃度性が終了し、労働者が5以上になった彼らを放出、大商人など偉人も少しずつ獲得できるようになってきたね。あれ、劇場からの偉人は？もうちょっとで一人目確保ってところですかね。ちょっと商業ハブに寄せすぎてしまったでしょうか。大丈夫、金があれば最悪他国から書物や音楽なんかは買えます。というやけくそ精神をするのはどっちかといえば最後の話なため、今はゴールドは労働者の購入始め、内政にできる限り割いていきますよ。何鉄が欲しい？高級資源と交換だこら。なんか戦略資源売って高級資源を買うパターン増えそうだな。こやいくら奇襲戦争されないとはいえ、最低限の軍備は中世くらいには余裕があったら作ってくださいよ。カナダの軍事力未だに55とかですからね。お隣マオリはほぼ10倍、万が一やってきたら相手にできないんだぜ。ギアを確保する方法として新たに製材所が加わったため、これで1平原森林タイルを農場ではなくギア優先にする選択肢が増えた。改善タイルも増えてきて中世黄金時代は飛ばせそうだな。これは
しかし49ターン目で初めての文化系の人物獲得は、さすがに遅すぎたような気もする。今後のような補正がないにしてもだね。今社長は新しくした業を今後が楽しくて、ぜひとも使ってみたいと試行錯誤中なんです。まあ話をカナダに戻すが、自分で気がつける範囲でも、カナダの序盤の内政で反省点はあった。もうそれを今から修正することはできないが、まずは中世で文化で本格的に神 AI を抜かし、あとはそのまま逃がし切ってくれるかというところで、この先もっとグダグダなところもあるんだが、区切りもいいので本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。せっかくだから鹿のお肉でクリスマスパーティーと行こうぜ。隊長が食っていいのは雪だけだぜ。塩なら僕もあげますよ。お前ら完全に僕を氷漬けにするつもりじゃん。